と平です。皆さんこんにちは。今日ね、すごく大ニュースがあるんですよ。ツイッターフォローしてくれるとか17で見てくれる人がもう知ってると思うんですけど、コミケに出ることになりました。イエーイ。ということで初めてのブースを出してる。おお、実はね、昔2014年だったっけ、ゆりゆり革命初めてアイドルをやってた時のシングル CD 出してたんですけど、コスプレイヤーとしてブースを出すのは初めてだもん。すげえ、ウケると思わなかった。もう、いや、嬉しすぎる。今回はね、新しいの写真集とオリジナルグッズ、ピンとか可愛いものを作ってますよ。ぜひ買ってください。8月の11日、2日の22A というのをブースにいますので、ぜひよろしくお願いします。たくさんたくさん買いに来て、もう初めてのんで、もう誰も来てくれないかな、もう超恥ずかしい。で、初心者はね、オリジナルと新しいコスプレと、今までパンティオン、自分のファンクラブパーティオンというのものなんですけど、しか載せてない写真も出てますよ。だから すごいもんだよ。頑張ったよ。ちょっと可愛くてセクシーのピクチャーもありますので買ってください。で、それだけじゃない。コミケはね、参加するのがコスプレや普通遊びに行ったのは初めてではない。実はね、カウントしたらもう10回目になりますよ。5年間はずっと出てます。わー、懐かしいな。ほんとツイッターを探してみたら、いろいろ懐かしい写真も出てきます。初めての結構一番最初はこんな感じだった。スーパーソニックをブースに働いて、可愛いコスプレしてたんだもん。やっぱり萌えキャラクターは最高だね。もう似合わないからやめよう。その後はね、人気になったの、結構よくツイッターに回してたのコスプレは、スナイパーウォルフ。じゃあ、結構多かったんですね。嬉しい。それだけじゃなくて、あと結構人気になった気がするのが、バラライカ。ブラックラグーンのバラライカ。いつも友達とやってて、すっごく書き込みされた。すげえ、本当にって思って、面白い話が、バラライカが一番背が高いでしょう。外国人のロシア人の女性として結構大人、多分40歳なんですけど、まだ結構中級終わった頃だったので、逆に若すぎてすげえメイクは投稿して、みんな背が高くて私だけがちっちゃかったからずっと座ってた。逆にでも座ってたからすげえセクシーに見えた。イエーイ。もう一つ人気になったのはフローゼン。アナとユキアナとユキのジョー、アナとユキのチョッポ、エルサのコスプレをやりました。その時はね、超可愛い子の方がね、挨拶にしてくれて写真も撮りましたよ。もう最高。コミケで参加できるの時がかっこいい、ちょっと怖い、可愛いとかプリンセスのコスプレしますよ。やっぱりこんなに変わるのことがすごく好きで、で、よく覚えてるのが、バラライカのやった時の次の日は K4 やってた。ちょっと違うね。同じ人なのって言われたし。いや、やっぱりコミケ楽しいよな。いつも買い物したいんだけど、もうコスプレかも買い物かもどっちになるのか。今までちゃんと買い物できなかったけど、今回ブースに出るから、買い物の時間あるかな、いいかな。まあ、いや、とりあえず私の方に買い物しに来てください。ではもうすぐコミケなので、ダイエット、お腹出さなくちゃいけない。そうですね、ちょっと頑張ってお腹を見せるようにコスプレを決めたいと思います。楽しみにしてください。